とはいえね、こうやってただでね、しかも全世界に自分のね動画、まあ、作品と言ってもいいでしょう、それを配信できるっていうこと自体がね、ある意味収益としてもプラスになってるって考えられるんですよね。自分のこういった番組をね放送で流すって言ったら、やっぱり掲載料とかかかりますからね。放送局の方から撮らせてくれって言った場合は、やっぱり向こうのね編集権に従わなきゃいけないから、自分の好きなようにはできないですからね。やっぱり自分の好きなようにこう出したいって言ったら、掲載料払ってこう流すとか載せるとか必要ですけど、こういう YouTube とかだったらただでね、自分の好きなように、まあガイドラインありますけどね、その範囲であればただで載せることができるって、まあ、最初からその分掲載料がこうプラスに、ね、なってるようなもんですからね、私ととっては払わなくていいんですから、まあ、最初からある意味収益化してると言えなくもないんですよね。 SNS がね、インスタグラムとかツイッターとか、あとフェイスブックですか、ただで自分の言いたいことを表現したいことを載せるっていうのが当たり前だとピンとこないんでしょうけどね。以前だったら売れるコンテンツないとこう発信する載せるっていうのは不可能でしたからね。テレビ番組とか、まあ、そういうオールドメディアですか、売れなくてもいいから出してくれっていうのはまず無理でしたからね。とにかく数字の取れる人間でないと出してもらえないし、出たところでその番組が数字取れないと打ち切りなわけで、ただでもいいから出させてくれ、発信させてくれっていうのは、まあ、本当に自分で掲載料を払わなきゃ不可能だったわけなんですよね。それを思えば、好きなことが収益度外視で発信できるっていうのはすごいことなんですよ。自分の思いが、まあ、よほどね道徳的違法的な行為でない限りはね、自由にね無料で発信できるなんて、本当にね幸せですごい世の中になりましたよ。いや本当にね信じられないくらいの天国っていうかユートピアですよね。あとねワイン、まあ、これぐらい残ってんですけどね、もうなんかめんどくさいし、なんかだるい感じがするんで、これで切り上げちゃいましょう。まあこういうことはね、とにかく続けるっていうのが大事ですからね。続けるためにはあんまり力こぶ入れてもしょうがないですから、まあとりあえず今日はこれはね、うん、もうね明るさもそんなね明るくないし、この辺でここは撤収して引き上げるといたしましょう。今日は歩いて鎌倉へ行くつもりだったんですが、なんかだるいんでもうバス乗って行っちゃいましょう。よいしょ。
からテクテク歩いていけば鶴岡八幡宮なんですが、まあね、今日はもういいでしょう。もうこっから電車乗っちゃいますか。いかがでしたでしょうか。今日はちょっと逗子マリーナへ見学みたいな気分で行ってみました。いやー、本当逗子葉山駅から歩いていくとちょっと道分かりにくいですよね。人によってはもう迷って変なとこ行っちゃいますね。やっぱりこの鎌倉駅から素直にバスに乗るっていうのが一番いいかもしれませんね。片道200円、往復400円もかかりますが、そういや今日のこの服、相変わらずアリエクスプレスで買ったもんでして、まあでも4000円もしないんですよ。ただね、中国通販にありがちなことで微妙に写真見本と違うんですよね。この襟のデザインがちょっと違うんですよね。でもまあギリギリ許せる範囲かなっていうんで、オープンディスピュート、返金闘争しないでそのまま引き取ったって次第です。まあね、こうちょっとピーチ姫っぽいのが欲しいなって思ったんで、まあいいやってそう思ったっていうのもありますね。それにしても逗子マリーナっていうのは異世界ですね。日本にあんな洒落た場所があるっていうのは、いや大したもんですよ。テーマパークならね、まああるんでしょうけど、普通にねスッと入れる場所であれっていうのはねすごいですね。でも毎回毎週行きたいかというと、ちょっとなって気はしますね。やっぱり中に入ってレストランとかねカフェとか楽しまないと、ちょっとつまんないかなとも言えるんですよ。ただ外を歩いて気晴らしっていうのは月に1回行くかどうかでいいかなって、まあ、私としては思ってます。まあでもね、ああいったねアナザーワールド、異世界なね雰囲気、ああいう洒落た雰囲気を楽しみたいって、そういう人にはね一回行ってみるのもありかなと思います。まあ一度は行ってみる価値はあると思いますね。まあ今日はこの辺で終わりにいたしましょう。ノンダックレイでした。